SD メモリートラブってました。こちらのなんか中南もなんか電池がないみたいで音が合わせられないじゃないかと焦ってました。まあそんなことはいいんですけど、じゃあ1曲目はちょっとカバーで吉田拓郎さんのリンゴっていう曲やってみます。ワン、ツー、サン、シに生きる僕の方が少しいいよ聞いてやる。そして二人で仲良くかじる。こんなことはなかった。あ少し前までは薄汚れた喫茶店のバネの壊れた椅子で長い話に相づち打って、そしていつもミートみたいに別れて。このリンゴは昨日二人で買ったもの。僕の方がお金を出してお釣りは君がもらって。こんなことはなかった。あ少し前まではコーヒーカップはいつだって二つ運ばれてきて、向こうとこちらにウェイトレスはさりげなくカップを分けて。二つ目のリンゴの顔を君の服、僕の方がうまく剥けるのを君はよく知ってるけど、リンゴを強くかじる甘い汁が唇を濡らす。左の方を君はぷくんと膨らませて、欲張って頬張るとほらほら話せなくなっちまうだろう。リンゴっていう曲やってみました。それではこれも拓郎さんも一曲やってみようかな、うん、じゃあ花嫁になる君っていう曲やってみます。はいはい、ワン、ツー、サン、シー。指が触れたらポツンと落ちてしまった椿の花みたいに、おそらく観念したんだね。君はいつものように電話に僕を呼び出し、僕を笑わせた後でその宣言をしたのだった。横領横領なら漫ざら捨てたもんじゃないよ。そちらから電話を切ったから、君はもう他のことも言おうとしてたんだろう。受話器を置いたら終わってから初めて気づく。悲しみが湧いてきた。君はこれから僕に気軽に電話をしなくなり、僕の退屈さを救ってくれる君はいなくなったのだ。横領横領習うのもまんざら捨てたもんじゃないよ。突然とても確かになったのは、取り残されたのが僕だったということなんだ。どうもありがとうございました。花嫁になる気で、もう1曲ぐらいカバーやっていこうかなと思って3曲カバーやって次からはアレンジします、ね、でこっちのカバーもよろしい。あ、カバーするのはあれカバーするのは知ってますけど、もうこれでね、出入り禁止になっちゃうじゃあカバーね、まあ、ちょっとホームの曲でやってみますね。
じゃあ、オイラの家までやってみたいと思います。オイラの家までは、長渕剛さんが行きます。いきます。ワン、ツー、サン、シー。春の風が表通りを通り抜けてゆくのに、知らん顔は意地悪、そろそろ電話待ってる。わかってるさ、君の兄貴が賛成してないのはね、君の立場もわかるし、兄貴の言い分もわかる。女好きはおいらの悪い癖でも、誰でも持っているものさ、納得できないんだろうが、でもね、男は心の奥にしまってるものだよ。一番大切なものだけわかるね、それが君さ。女好きはおいらの悪い癖で、ちょっとギターを変えてみようかなすいませんこれちょっと最近新しく手に入れたギターで、ね、ヤフオクで5000円ぐらいでちょっと落札しました。そんなブレッグベネツの、はじめサドルとエンドピンがついてなくてそれで5000円だったので、でそれに僕がエンドピンを1000円ぐらいで買って、でここのサドルを家にあるギターに付け替えて、今この状態になった感じで、パッと見るとちょっときらびやかとしてすごくいい感じなんですけど、アメリカのグレッグ・ベネッツという人が設計して、で多分韓国で作ったギターだと思うんですね。で、ギター変わりましてですね、これはタムラっていうメーカーのフラメンコギターなんですけど、もう十何年前に僕がクラシックギターが欲しいなってつぶやいてたら、そしたらある江南の友達がじゃあこのギターあげるよってくれたんです。そんなギターなんです。で、初めはここのペグが壊れてまして、で、壊れてたのを瞬間接着剤でつけて、それで2年ぐらい使ってたんですけど、それでまだ使えなくなっちゃって、で、ここのペグをまたこれ8000円ぐらいかけてですね、このペグが高かったんです、このペグが。昔のクラシックギターだったんで。で、8000円ぐらいかけてそれで直したっていう、そういうギターです。で、こっちのギターに変えたんでオリジナルを弾いてみたいと思います。
オリジナル何を弾きますかね。いつものコーヒーカップでてんてんてんっていう曲があります。それ弾いてもいいでしょうかね。じゃあいつものコーヒーカップでてんてんてんいきます。ワン、ツー、サン、シー。気がついた心の中のわだかまり、火をつけた思いとともに燃やすよ。君の目をずっと見つめていたいけどできないよ、なぜだかわからない。偶然に探し当てた君の優しさに触れて、いつものコーヒーカップでお茶飲むように夢を食べて、君と微笑み合って静かに過ぎる方がいいな。叶わない心の中の強ささえ、火をつけた思いとともに燃やすよ。風の音をずっと気にしていたけれど、もういいよ、素直な気持ち見つけた。ときめきを忘れてた幼い頃の勇気と共に、いつものコーヒーカップでお茶を飲むように夢を食べて、いつものコーヒーカップでてんてんてんという曲でありました。それでは引き続きロックな曲でラストセールという曲やってみたいと思います。ラストセールご存知ですか。いきます。ワン、ツー、サン、シOh baby, you're my last chance.
ました。ラストセールやってみました。それでは、名古屋のおせんべいの歌でゆかりの仲間せんべいグルービーという歌やってます。ワン、ツー、サン、シー。そうかせんべい、ぬれせんべい、ソースせんべい、かわらせんべい、揚げせんべい、砂糖せんべい、柿の種ぬれせんべい、足取り焼き方教えます。焼き餅だけは誰にも負けないの、oh, oh, oh. おせんべいベイビー、赤ちゃんロイで最後の決め手は赤ちゃんせんべい、口に溶けて泡立ちよく昔懐かしいママ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 の樽せんべい、ミルクせんべい、炭酸せんべい、生せんべい、磯辺せんべい、サラダせんべい、おかきとか塩せんべい、手取り足取り焼き方教えます。焼き餅だけは誰にも負けないの、 oh, oh, おせんべいベイビー、ゆかりはだろう最後の決め手はバカエイせんべい、口になじむエビオリラビオリ、その香りするママ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 の愛、おせんべいベイビー、ゆかりはだろう最後の決め手はバカエイせんべい、口になじむエビオリラビオリ、その香りするママ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 の愛。はい、どうも、ゆかりの仲間せんべいグルービーという曲でありました。それではどうするかな、そうですね。ちょうど今100円券の中ですよ。ちょうどセール中。じゃあちょっと、箸休めの曲1曲。完熟卵プリン。ツルツル頭のテカテカプリンだ。ハゲじゃない。完熟卵プリン。お風呂に入ってベイビー。あなたのプリンです。今日もツルピカベイビー、私もプリン好き、柔らかまん丸のお風呂上がりのツルピカゆで卵、完熟卵プリン、ピン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 、完熟卵プリン。まあ、これの後の MC についてはちょっと YouTube で検索して見といてくださいこんな感じですけどね。じゃあ次は井村屋っていう曲いきますね。井村屋、井村屋、まあアーマンが好きかどうかなんてまあいいけどね、まあ、カレーマンが好きでもいいかもしれない。絶滅種カレーマンだけど、そう、もう最近あのコンビニもカレーパンばっかり、カレーパンに力入れちゃって、カレーマンなんてもうどうでもいいみたいな、そんな感じ。まあ、いきまーす、井村屋。Amen.
春には売られてない、冬まで待つ光景、ドゥルルルルル、ウソぴょん。食べたいな冷凍してたアーマンベイビー、あったかほかほか、冬まで待たずやったぜベイビー、いつも食べたいな井村屋ベイビー。あんまん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん、あんまん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん、あんまん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん、あんまん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん。春には売られてね、冷凍しています、ドゥルルルル。それじゃあ会場のみんなもまあこの方あげてちょっとマスクしながらでいいから、あんまん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまんってちょっとつぶやいてもらえない、つぶやくだけでいいから。ゆっくりいきます。ワン、ツー、ワン、ツー、サン、シー。あんまん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん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 。最後は言えてないね。春には売られてね、冬まで待ち光景、あんまん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん。あんぱんまん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん。筋肉まん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん。ウルトラマン、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん。あんまん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん。あんまん。どうもありがとうございます。イムエアっていう曲でした。じゃあ最後はフレンド、いや最後の曲で、フレンドふれあいの人にしようか、他の曲なんかあれありますか、フレンドふれあい。すでにハムネコがスタンバイしてるから。はい、そうか、じゃあその後で、あ、なんかあんまき、あんまきが、あんまきの歌。月曜日に聞いたんですよね。買ってきたんだもん。あんまきの歌ですか。ああ、あったねこれ。君の名前は藤田君。1号線の南側。地球の素敵なドライブイン。そこの名物知りたいか。
吹いてないですから。